はい、皆さんこんにちは、亀の子私です。はい、今回ですね、ヌメテイジの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、ヌメテイジの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っているヌメテイジの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついているシリーズになります。まあ、ぜひここで遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になれるという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、ヌメテイジ、はい、この気になることについて、まあ、ちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの部分に関しては、このシリーズをずっと追いかけられている方にとっては、ちょっとおさらいになるんで、飛ばしていただいても構わないです。で、その次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、その次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、ラスト、まあ、ちょこっと雑談挟むような、まあ、こんな感じを構成にしたいなと思います。まあ、自分もまず話が長くなっちゃうかもしれないんで、飛ばし飛ばしても構わないですし、早く再生でも構わないんで、なぜ今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、改めまして皆さんこんにちは、亀の子私です。はい、この動画を収録しているのが2024年の7月の終わり頃になんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？いやーね、最近ね、もう暑いですよね。もう汗だらだらかきながら、まあ今もこれ動画収録しているような感じなんですけど、はい、皆さんも熱中症の方、まあ十分気をつけてください。はい、まあそんな今日この頃なんですけどね、まあ今回紹介するヌメテイジ32ヶ月ということで、2年8ヶ月目をまあ迎えた感じになります。はい、まあ2年半を超えてきて、果たしてどんな感じで変わったのかというの、まあ、今回も楽しみにご覧ください。はい、ということでね、じゃあ初めての方もいらっしゃると思うんでね、まあ、このヌメテイジ、まあ、このパワーワード、はい、まあ、あとはですね、まあ、手に入れた経緯とかですね、まあ、それについて、まあ、ちょこっと今から紹介の方をしていきたいなと思うんで、じゃあまずはですね、まあ、ヌメテイジの言葉ですね、まあ、これ出していきたいなと思います。じゃーん、はい、ヌメテイジ、なんかちょっとヌメっとしたというか、なんかね、まあでもちょっとね、怪しげな感じの、まあ、イメージなんですけどね。はい、まあこれがね、まあ一体何になるかというと、はい、まあそれがこちらになります。じゃーん、はい、まあこんな感じのね、極厚のシステム手帳なんですよね。ここのね、まあ幅っていうのがね、もうすごいたっぷりな感じのね、まあ憧れの超モンスター級の、はい、まあこのね、実は手帳っていうのが、まあ正体になります。はい、まあ情報量のなんか多い、あなたも安心、ヌメテイジ、ついに購入とか、なんかこんな感じでドドドーンという感じでね。はい、まあ薬局のね、なんかちょっとビジュアルみたいな感じをちょっと、イメージ、まあ、インスパイアして、まあ、こんな感じのサムネに、まあ、してみたんですけどね。はい、まあ、これね、広げてみると、こんな感じでね、まあ、ちょっと、一つ多いような感じの、まあ、こんな感じの手帳になってます。ちょっとこれ、なんか、土の子っぽいみたいな感じですね。まあ、亀の子、土の子みたいな。まあ、そんな感じはい、あれなんですけど、まあ、これね、実はこのヌメテイジって、はい、ヘリテイジ、コーチマン、ヌメ川のところの、このヌメ川のヌメとですね、はい、ヘリテイジのテイジ、まあ、これをくっつけた、誰が作ったかわかんないけど、まあ、くっつけたこの造語になるよというのは、まあ、そんな感じになってます。はい、まあ、これで、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろと話題になったんですよね。はい、で、まあ、アシュコトさんと長沢文具センターさんの、まあ、自分が持ってるやつは、まあ、コラボの、まあ、限定モデルなんですけど、そうじゃない、定番モデルとかもあったりします。まあ、この限定に関してちょっと今現在2024年7月現在入手困難になってる感じなんですけど、はい、まあ形を変えて、まあ、同じ革とかまあ使われたりもしてるんで、まあ、ぜひ皆さん気になった方は、まあ、こちらの方動画の方参考にしていただいて、まあ、経年変化見ていただけるといいかなと思います。で、このね、革なんですけどね、はい、まあ、何の革になるかというと、ヒントこれですね、はい、容量用法気にせず詰め込めということで、はい、そうです、これ何の革かというと、ヤギさん、はい、ビッグゴートっていう革をまあ使用してるやつになります。まあ、ちょっと牛革とかとまあ違うような感じで、まあ、果たしてどんな感じで変化するのかなというのが、まあ、ちょっと気になったんでね、まあ、ずっと経年変化を追いつけてるよというのは、まあ、そんな感じになってます。で、ちなみにですね、このね、まあ、動画で、まあ、過去のやつなんですけど、紹介した情報、はい、まあ、それはこちらになります。まあ、値段帯はね、まあ、割とする感じなんですけど、これ全然ね、気にしなくていいです。もうクオリティ高いですし、まあ、この2年半以上ですね、まあ、非常に楽しくずっと使い続けることができたんで、もうこの辺はもうね、もう全然いいんじゃないかなと思います。でね、サイズなんですけど、まあちょっといろいろと、まあある中の、まあ自分はこのミニ号サイズ。で、まあいろいろと書いてるけども、まあ重要なのがこの珍しいビッグゴート、ヤギの顔を使用してるよというふうなところ。はい、まあここになるかなと思います。
で、まあ、届いてからまあ嬉しくてずっとこんな感じの、はい、あのサムネでやってます。ここの0のところがずっとカウントアップしてってて、まあ、今回が32ヶ月、まあ、2年8ヶ月経つよというのは、まあ、そんな感じになってます。まあ、色の傾向としては、ちょっとこの机もなんかもうちょっとこんがりしたかなみたいな、まあ、そんな感じの色がまあ最初で、まあ、それがどん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 と、はい、もっとあの色が濃くなってきてるよというような、まあ、そんな感じになってます。ですね、まあ、あの手に入れた、まあ、きっかけとか、まあ、こんな感じであのシステム手帳の、まあ、あの祭典、まあ、これ長沢文具センターさんの、まあ、手帳の、まあ、定期的にあるイベントなんですけど、はい、まあ、こういうところでもですね、まあ、自分が持ってるやつ、はい、あの出てたりもしました、まあ、こんな感じで、はい、あのまあ、ケースの中に入ってるんですけど、まあ、あのサイズ感、まあ、さっきいろいろあったんですけど、まあ、これの一番小さいサイズ、まあ、小さいけどもこの、ね、あの幅がでかいんでね、はい、すごい大きく、まあ、あの思えるというような、まあ、そんな感じ の不思議な魅力とかがあったりします。ですね、あのまあコーチマンっていうやつ、まあ、こんな感じであのくるっとこういうふうに1個あのこういうふうに入ってるようなやつなんですけど、まあ、これとスタンダードタイプのやつもまああったりとかもするんですけど、まあ、個人的にちょっとこっちの方がですね、あのいっぱい自分あの情報とかミニマリストじゃなくてマキシマリストみたいにいっぱい入れたい方なんでね、まあ、ちょっとこのねフォルムあの憧れたりするんですよね。でこれあの広げてみるとあのこんな感じになってます。はい、でまあ、内側はまあこんな感じになったりするんですけど、これあのサイズが違ってもね、まあ、傾向としてはまあ同じような感じで、まあ、こんな感じにまあなってます。はい、まあ、あのここのところ、まあ、ジョッターっていう、まあ、紙を挟んでかける、まあ、下敷き代わりになるみたいな機能もありますし、ここのところファスナーがついてて、ここにも小物入れがあって、ここにも名刺挟めて、ここにも名刺挟める可動式のペンループがある。でこんな感じですって止めれるみたいな感じでね、もう至り尽くせりな感じですよね。ですね、まあ、このねカラーリング、今出てるこれカラーリングっていうのが、これあの通常の、色のやつになるんですよね。はい、まあこれがまあ、通常カラーなんですけど、それに対して自分持ってるやつヌメ側っていう、まあ、この机みたいな感じの元の色だったのが、はい、まあ、これが経年変化しててだいぶこれに近づいてるかなって思ったりもします。はい、まあ、こんな感じが、まあ、これ傾向が大きくなってもまあ同じような感じで、いろいろと挟めたりとかジョッターついてたり、まあ、ここのところファスナーになってる感じなんですけど、ちょっと自分が持ってるあの仕様とまあ違うのが、自分持ってるやつはちょっと特別仕様で、ここがローズゴールドになってるのと、ここもね通常版ナイロンコイルになってるんだけど、まあ、ここのところが金属になってるよというのは、まあ、そんな感じの違いとかがあったりもします。で、まあ、自分手に入れて嬉しかったんでね、まあ、こんな感じで外に持ち歩いてるとかとことか、まあ、これをまあ投稿したこともあったりとかもしたんですけど、これ大きさ的にこれ横にこれケリーを挟んでる感じなんですけどね、まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、街頭でハイハイハイって配る、まあ、このティッシュサイズですね、まあ、これぐらいのまあ大きさがあるよと思ってください。はい、まあ、そんな感じですね、まあ、まあ、初め紹介した感じなんですけど、じゃあ今からですね、はい、まあ、実物、まあ、2年8ヶ月、32ヶ月経ったやつ出していきたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、ということですね、まあ、これが、まあ、32ヶ月、2年8ヶ月だったヌメテ1になります。いかがですかね、まあ、こんな感じで、まあ、非常に、まあ、最初、まあ、こんなんと比べると、まあ、こんがりとしてきた感じになってます。まあ、特にここのところ止めるボタンのところですね、まあ、ここ皮が薄くてよく擦れるんで、まあ、経年変化、まあ、先行して、まあ、なってる感じなんですけど、まあ、この皮全体がこれぐらい濃くなる、まあ、ポテンシャルを秘めてるかなという感じになってます。で結構まだらにこういうふうに、まあ、よく当たるような部分とかに関しては、ちょっと経年変化が進んで、まだらにいい感じで、はい、まあ、ちょっとテクスチャーが入ったような、まあ、感じになってますね。ここのところもよく当たるんで、ちょっと先行してこういうふうに変わってるかな。はい、でもこれなんですけどね、自分結構オイルを使ってメンテナンスしてる感じになります。というのもこのアジホドさんが結構ね、まあ、オイルメンテナンス、まあ、推奨してたりもするんで、もう全然その辺は、はい、もう気にせずどんどん同じような、まあ、マインドでやってるような感じなんですけど、まあ、非常に、まあ、いい感じで経年変化じわ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 ですけどしてるかなと思います。まあ、直近の、まあ、1、2ヶ月ですごい変わったかというと、まあ、そういうわけではないんですけど、はい、まあ、いい感じで進んでるかなという感じです。じゃあここのところ開けてみますね。はい、で1回、2回と、はい、まあ、こんな感じでこういう風にビヨーンとこういう風になるんですけどね、まあ、いい感じですよね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、今からね、まあ、いろいろとアングルで、アングル、いつも、まあ、撮ってました。まあ、こういう風に、まあ、撮ったりとか、こういう風に撮ったり、こういう風に撮ったやつ。あとはですね、まあ、これ広げたやつ。で、まあ、これ内側とか、まあ、いろいろとやってたんですけど、まあ、あまりにもね、これ回がね、重なってくると多くなったりするんで、もうだいぶちょっとね、
まあ、端折って、まあ、行きたいなと思います。はい。まあ、こことここのやつって、まあ、正直これ広げたやつで、まあ、いけるかなと思うんで、はい。まあ、ここを広げたのと、あとは、まあ、この内側のやつ。はい。まあ、これぐらいにちょっとね、まあ、絞って、今から経年変化の方、この32ヶ月の軌跡の方を辿っていこうかなと思います。はい、ということでね、まあでも これはやっておこうかな。まあこのアングルはちょっとやっていきたいなと思います。まあここのところ、右側の方、カウントアップしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6。これが半年ですね。で、7、8、9、10、11、12。はい、これが1年です。で、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31ときて、まあ、今回の32ヶ月目こんな感じになりました。じゃーん、はい、31、32、31、32、31、32、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、あ、ごめんなさい、2、1、0と。はい、まあこんな感じです。ごめんなさいね、まあちょっとね、これ反射のこのテカリとかがあったりとかしてちょっと難しいんですけど、まあこの周りのね、ヘリの部分とかはまああんまり変わらないかなと思うんで、ヘリ定時じゃ、ヌメ定時とかじゃないですかね。はい、この端の方、ちょっと、まあ、ね、ちょっとテカってる時は、まあ、見ていただけるといいかなと思います。これ、わずかな間違いで、こんだけちょっと変わったりもするんでね。はい、まあ、こんな感じです。じゃあですね、まあ、ちょっとですね、まあ、飛ばしていきますね。まあ、これが、あ、ごめんなさい。これが6ヶ月、ね、まあ、これが12ヶ月、で、まあ、これが18ヶ月、で、まあ、24ヶ月、で、これが30ヶ月。で、まあ、これが、今回の、まあ、30、32ヶ月と。はい。まあ、こんな感じになります。まあ、直近ですね、まあ、そこまで、まあ、これ、端の方見てくださいね。まあ、そこまで変化ない感じなんですけど、まあ、じわじわと、最初と比べると、まあ、変わってきてるかなと思います。で、ちょっと間取ってみて、まあ、これは30ヶ月との、まあ、差になって、で、まあ、これが、まあ、24ヶ月ですね。はい。まあ、端の方見てくださいね。はい。で、まあ、これ取って、まあ、これが、まあ、18ヶ月ですね。はい、でまあ、さらにまあ取りまして、でまあ、これがまあ12ヶ月との差ですね。はい、でまあ、さらに取ってみて、まあ、これがまあ6ヶ月のまあ差になります。はい、でまあ、さらにまあ取りまして、はい、まあ、これがまあ0ヶ月のまあ差になるよという感じです。これ今から広げたやつの方が、ね、まあ、分かりやすいかなと思うので、まあ、これはもうさっくりとまあ終わりにしたいなと思います。じゃあですね、まあ、内側じゃないわ、外側取ったやつですね。はい、これかな。これは背中ですね。これですね。はい、まあ、これで、まあ、見たら、一気にいけるかなと思うんで、じゃあ、これを、こういうふうな感じで、まあ、カウントアップの方していきたいなと思います。じゃあ、同じく、右側いきますね。はい、0、1、2、3、4、5、6。これが半年ですね。7、8、9、10、11、12。これが1年です。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、これが2年です。で25、26、27、28、29、30ときて、まあ31。で、今回の32ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん、はい、30、32、31、32、31、32、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0と。はい。まあ、同じく、まあ、カウントアップしていくと、6、12ヶ月、で、まあ、これ18ヶ月、で、まあ、これは24ヶ月、で、まあ、これは30ヶ月と来て、まあ、今回の32ヶ月と。はい。まあ、直近の1ヶ月、まあ、そんな変化ないけど、まあ、若干ちょっと変わったかな。まあ、そんな感じです。で、まあ、これが30ヶ月との比較になりますと。はい。で、まあ、さらに取りましても、これは24ヶ月との差になります。まあ、そんなあんまり変わらないかな。はい。で、まあ、これが、ここちょっと変わりますね。まあ、18ヶ月。まあ、こんな感じで変化しました。はい。で、まあ、さらに取りまして、まあ、これが、まあ、12ヶ月との差になります。はい。で、まあ、さらに、まあ、取りまして、まあ、これが、まあ、6ヶ月との差になります。はい。で、まあ、最初と比べてみますと、こんなに、まあ、変わったよというのは、まあ、こんな感じです。
はい、だいぶまあこんがりしてきましたね。はい、まあ通常版でまあ売られてるのと、まあ、結構近いような感じ、まあまあもうちょいかなですけど、まあなってきたかなと思うんで、まあぜひですね、まあ、通常版のやつもまあ変化の方はまあしていくと思うんですけど、まあ、ヌメ側結構こんな感じでまあ変化していくのでね、はい、まあいいんじゃないかなって思ったりもしました。はい、じゃあですね、まあ、ちょっと外側に比べるとまあ変化の方はまあ小さいかもなんですけど、まあ、内側もやっていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、これは半年ですね。で7、8、9、10、11、12、はい、これが1年です。で13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、これが2年です。で25、26、27、28、29、30、でまあ、31ときて、まあ、今回の32ヶ月目こんな感じになりました。じゃーん、はい、31、32、33、32、31、32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 、
ヶ月、まあ、これ24ヶ月で、まあ、これがあの30ヶ月ときて、まあ、今回のまあ32ヶ月と、はい、まあ、直近そんな変化ない感じなんですけど、まあ、最初と比べると、まあ、若干ちょっと濃くなったかなという感じです。はい、ということで、まあ、これも戻っていきましょうと。はい、で、まあ、6で、まあ、これが0と。はい、まあ、こんな感じになります。はい、ということでね、まあ、あの追いかけていけるだけ、まあ、今後も追いかけていこうかなと思うんで、まあ、ぜひ皆さんあのちょっとずつの変化ですけど応援の方していただけると嬉しいなと思います。ですね、まあ、今のね、まあ、ちょっとあのシーズンなんですけど、ちょっとあのシステム手帳のシーズンとはまあ外れたりもしてるんで、まあ、あまりまあ情報というのは、まあ、ちょこちょこと、まあ、いろいろと魅力的なモデルみたいなのが、まあ、あのインスタグラムとかでね、まあ、いろいろとね、オンラインショッピングみたいなのも、まあ、やったりしてるんですけど、特に今はすごい大きいやつがあるかと言われると、まあ、そういうわけではないかな。ですね、あとはね、あの、まあ、リフィルの方でね、あの、小口っていう、まあ、周りの部分に柄がついてるようなやつとか、まあ、猫ちゃんのやつとか、まあ、可愛いやつ今出てるかなと思います。あとはね、8月に入ると、ちょっとその辺のあの、価格改定とかもあるんで、まあ、その辺、まあ、注意した方がいいかなというぐらいですね。はい、というような、ね、まあ、感じですね。まあ、あの今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンをでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。